はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も上級職を取りに行きます。上級職、今回必要なアイテムがあって、それがね、これです。錆びたシリーズですね。錆びた剣、槍、短剣、杖。この4つは、ダンジョンの宝箱から入手することができたんだけども、あと2種類。それがね、ボスを倒さないと入手できないらしいんですよね。なので、ボスを倒しに行きたいと思います。まず最初。これだね。竜砂の牢獄。ここどんなボスなんでしょう。まあまあ、危険度レベル30なので、そう大したことはないと思うんですけども。はい。では、行きましょうか。ちなみに、俺のレベルですけども、主人公とオズバルドはレベル75。他がね、60前後となっております。では、行きましょう。錆びた剣ですけども、ここにあります。ウィンターブルームですね。ウィンターブルームの、街の右側のところに刺さってます。ここ刺さってますので、この女の人のサブクエをクリアすると、抜けますので、ぜひクリアしてみてください。そして2箇所目、槍ですね。錆びた槍はここです。ティンバーレインですね。ティンバーレインの、上に広場があるんですけども、ここのね、左側に降りていって、ここ、騎士が1人いるんですけども、この人を、倒してから中に入ってください。そうするとこの中に、錆びた槍があります。それでは次は錆びた杖ですね。杖はここ、国境の大滝の上のところに、水霊の座っていうのがあるんですよね。そこに向かってください。まあ、わかりやすいです。滝の中に洞窟があるので、この中に入ります。で、洞窟の奥に行きますと宝箱があるので、この中に杖があります。そして4つ目、短剣ですね。短剣はここ、まあ、船を入手しないとダメなんですけども、女帝の、難破船みたいなとこですね。確実な場所はちょっと覚えてないんですけども、この3カ所のどっかだと思います。下に見えてる宝箱、もしくは一番上に見えてる宝箱。それか、この中。どれかだと思います。うん。どれかには入ってるので、探してみてください。宝箱が多分これかな？強い気配を感じる。ここだね。ボス。なんか、1でもこういうボス見たような気がするな。うん、でもまあ30のやつだから、問題なく倒せるでしょう。まあ普通に行きます。レベル30のやつなんで、ブレイクしたら、あとはもう全然余裕でいけるんじゃない？多分瀕死じゃないかい？あ、もう黄色になってるわ。早い。全然余裕で。倒せるね。もう、次で終わりだわ。うん。まか不思議を入れたいところだけども、まあ入れずにそのまんま、いきましょうか。弱っ。で、これで、宝箱を開けれるっていうことね。はい、来ました。錆びた斧ですね。では、もう一箇所行きましょう。次の場所がここですね。トトハハ島の沈みゆく遺跡。危険度レベルは46となってます。なかなか高いんだけども、まあまあ、問題ないでしょう。宝箱発見、ここだね。強い気配。どんなボスでしょうか。象。目が一つの象ですね。まあまあ普通に行きましょう。弱点なんだろうね。弱点が、槍。槍と、あと1個なんだ。わかんねえな。まあこれで1個ぐらい出るんじゃない？出ないか。出ない。あ、出た、氷だ。となると真ん中、杖かなんかかな。剣でもないし、探検でもないよね。オッケーオッケー、まあまあ普通に行きましょう。あ、そうだそうだそうだ、もったいねえ、ターンがもったいないわ。これでちょっとずつ減っていきましょう。石化した、初めてだ。石化を直すアイテムとかあるよね。石化は初めてだね。毒、沈黙、恐怖、あ、万病違うかな。なんかないっけこれは。敵に使うやつだもんね。なかったっけ。回復だし、戦闘不能から、でも1個しか持ってないからもったいないね。あったあったあった、ペンルーダのつぼみ、単体の石化を直す、これだ。あったあったあった、持ってるもんだね。ならばあとはもう削っていくだけだわ。遊びは終わりだよ。終わる？投稿しエベルよ。いや、まだかい。思考終了。これで終わるでしょう。属性攻撃アップをつけて打ってもよかったね。悪くないアプローチ。はい、ちょっと苦戦したけど勝ちましたね。錆びた弓ゲットです。では、上級職解放しに行きましょう。それではやってきました。ここですね。グラベルです。グラベルの町に、いますね。ここに借金取りがいるんですよ。この借金取りをどかせば OK です。おねんねしな。で、この中にいるんですよね、引退した鍛冶師で。こいつに、錆びたやつを渡せば OK です。神々が作ったと言われる武器、神器ですね。ウェポンマスター手に入れました。じゃあ残りの、錆びたやつ全部元に戻しましょう。そして剣王の盾というのもゲットできました。なるほどね。全部の神器を入手するとこれが手に入るっていうわけだ。なるほど。ちょっと待て、どんな感じなんだ。いいね。防御力かなり、やっぱり強いね。全体的に攻撃力が素晴らしい。で、特殊効果もすごいやつがありますね。覇王の剣も。素晴らしい。で、ジョブも、どれだ？ウェポンマス。これか。なるほどね。こんな感じです。はい。ということで、今日はウェポンマスターを解放しました。とりあえず、錆びた装備は一つだけでも持ってれば、ウェポンマスターゲットできるみたいですね。で、全部、解放したら、盾をもらえるということなので、ぜひ集めてみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。